ザポロージャあるいはザポリージャは東ヨーロッパにおけるウクライナの歴史的地名である。現代のウクライナのドニプロペトローシク州、ザポリージャ州、キロボフラード州、ムイコラーユ州、ヘルソーン州の全地域及びオデッサ州、ドネツク州、ルハーニシク州の一部の地域を含む。ザポロージャという地名はドニプロ川の下流に存在した林に由来する。 15世紀以降、キエフからドニプロ川の早瀬を乗り越した場合、到着先の南部の地域は、腰瀬の地と呼ばれていた。ウクライナ語において、早瀬は、ポローグウィと、腰瀬の地は、ザポローグウィと呼ばれていた。時代につれて、ザポローグウィは、ザポロージャーに転じた。元来、ザポロージャーは、リトアニア大公国と、クリミア半国の境界地に広がる。 荒野という未開の地域におけるドニップロ川の下流での小さな局地だった。16世紀になると、ウクライナからのコサックは、その局地で自治性の軍事的組織であるシーチを創建し、シーチの支配領域とザポロージャの地域範囲が同視されるようになり、コサックは荒野を開拓していくにつれて、ザポロージャの境界線が拡大していった。 17世紀から18世紀にかけて、ザポロージャはは、市チを中心とした、下のザポロージャのコサック軍の支配下の領土を意味していた。それは、南ブーフ側からドネツ側まで広がっていて、東は、ロシア帝国とドンコサック軍、南は、クリミア半国、西は、ポーランド・リトアニア共和国とオスマン帝国、北は、ウクライナコサックのヘイチマン国家と接していた。 下のザポロージャのコサック軍の領土は、州に値するパラアンカという行政単位に区分され、パラアンカはザポロージャという地域の地区としての資格を有していた。フメリニツキーの乱で、ポーランドからコサック国家が独立することに成功したが、1775年に、ロシア帝国によってザポロージャの市地が破壊され、1783年には滅亡した、 クリミア半国の領域とザポロージャは合併させられ、ノボロシアに改名させられ、独立は失われた。ありがとうございます。